皆さんこんにちは、もっと頑張る大阪の稲森勝久です。皆さんこんにちは、もっと頑張る大阪の稲森勝久です。現在はフィットネストレーナーとして活動しています。直樹は頑張る大阪ユース時代の後輩になります。今回は自粛期間中のお子さん、その親御さんに向けてのトレーニングをいくつか紹介していきたいと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。そしたら初めにマウンテンクライマーをやっていきます。マウンテンクライマーは体幹、お腹周りと股関節周りに刺激を入れる種目です。そしたらまず手を肩幅の広さで開いていただいて、足をまっすぐ伸ばします。でお尻が上がりすぎたり下がりすぎたりしないように、まっすぐになるようにしていただいて、ここから足を引きつけます。で逆も引きつける。そしたら次は外側に引きつけて、逆も外側に引きつける。次は内側に、この3つを順番にやっていきます。これを大体片方10から20回を3セットぐらいやっていただけたらいいかなと思います。次の種目はシングルルーマニアンデッドリフトを行います。主にもも裏とお尻、あとは体幹ですね、周りを鍛える種目です。まずは腰に手を当てていただいて、どっちの足からでもいいんで、体を倒していくのと足を上げていくのを同時に行います。で太もも上げて、でまた体を倒していく、倒して上げる、倒して上げる。でこの時に倒していく時にしっかり体が平行になるように意識して行いましょう。でこれも10から20回できる範囲でいいんで、しっかり正しい姿勢で行いましょう。次の種目はヒップリフトを行います。ヒップリフトは主にお尻に刺激を与える種目です。まずは寝転んでいただいて、手は下についていただいて、で足は肩幅を開きましょう。でしっかり足の裏を地面につけた状態で、お尻を真上にぐーっと浮かしていきます。この時にお尻をの穴を締めながら上げていくイメージですね。お尻をぎゅーっと固くして上げていって、ゆっくり下ろして、でぎゅーっとお尻締めてあげて下ろして、それを繰り返します。これが簡単だなと思う人は、片足を上げた状態、90度で曲げた状態で上げて下ろして、上げて下ろしてを繰り返しましょう。これも10回から20回の間で3セット行うといいと思います。そしたら次はアームレッグクロスレイズを行います。でこの種目もさっきと一緒で、体幹、お腹周りを使う種目で、あとはもも裏とお尻周りや背中ですね。なので姿勢改善にも効きますし、お尻のヒップアップやバランス感覚を養うのにも効果があります。そしたらまず四つ這いになっていただいて、この時も反りすぎたり猫背になりすぎたり、まっすぐの状態ですね。この状態で反対の手と反対の足、右手だったら左足をぐーっと伸ばします。でここから肘と膝をぐーっと近づけていきます。でまた伸ばします。しっかりまっすぐになるように伸ばして、戻して、伸ばして、戻して、これをだいたい10回から20回の間で左右行いましょう。次はサイドプランクを行います。サイドプランクは主にお腹
あの横側ですね、腹斜筋を鍛える種目になります。まず横に寝転んでいただいて、肘を肩の真下についていただいて、お尻を上げます。で、体がまっすぐになるような姿勢でキープしていただいて、これを30秒から60秒間行います。これが簡単だなっていう人は、お尻を下げて上げて下げて上げてを加えたり、手を上げて脇の下に通して戻して通して戻してを加えていただいても構いません。で、こういうお尻を倒してあげてだったり、手を入れて上げてをする場合は10から20回で、普通にキープする場合は30秒から60秒間やってみましょう。で、今回は体幹トレーニングと下半身のトレーニングを中心に5つ選びました。で、大人でも子供でも行える種目を選びましたので、ぜひやってみてください。